それじゃあ中央管理コンソールがある場所へ行けるようになったんですね。確かそのコンソールからプーが計画したアップデートを止められるんだよね。ただし本人の認証が必要なので、フィディアさんもそのコンソールがある場所へ行く必要があります。その管理区の地下って場所には危険はないんでしょうか？かなり危険って大丈夫なの？聞いている限りだとちょっと心配よね。まあ用心に越したことはないから、準備はしっかりしておきなさいよ。キリト君、分かった、信じてる。ごめんね、急に呼び出したりして。うん、別に用事は特にないんだけど、管理区の地下に行く前にキリトとゆっくり話したくて。ダメかな？探索ばっかりだったもんね。キリトと会う前は管理区すら入ることができなかったし、不安でいっぱいだった。けどキリトのおかげで今は私も前に進めてる。そうかな。もしかしたら気持ちの問題かな。私ずっと自分が偽物かもしれないって思ってたし、キリトと一緒にいてもこの人は私とは違うんだなって、そういう暗い気持ちを持ってた。
けど今は、私もちゃんと、キリトと同じ人間なんだって、そう思えるようになった。でもね、そしたら今度はまた、別の気持ちが湧いてきて。同じ人間なのに、どうしてキリトはこんなに強くて、どうして私はこんなに弱いんだろうってそんな気持ち。キリトが言っているのは、戦闘の強さのことだよね。私が言っているのは、そう、心の強さかな。だって、ホローエリアに迷い込んだ時、私はずっと怖くて怯えていたのに、キリトはワクワクしていたり、カーソルのエラーのことだって、諦めかけていた時も解決する方法がないか探し続けてくれたでしょ。それにキリトのことを裏切ったのに、私を受け入れてくれた。正直すごいなーって。管理区の地下に行くことが決まってからだって、私は怖くて不安で、だからキリトに勇気をもらいたかったんだ。呼び出した本当の理由はそれなの。別に励ましの言葉が欲しいとか、そういうのじゃないの。こうしてそばにいてくれるだけで、もっとキリトといろんな場所に行きたいとか、いろんな思い出を作りたいって思えるんだ。だって、現に今も、管理区の地下に行く勇気が湧いてきたもん。私が？キリト。キリトにたくさん勇気をもらえたから、もう大丈夫だよ。オッケー。管理区の地下に行く準備ができたら、よろしくね。